ノブポン TV からのお願いだ。本動画をご視聴する際はチャンネル登録と通知ボタンのチェックを忘れなく。それから公式ツイッターのフォローも忘れるんじゃねえぞ。ほっといけねえ。リプありならフォロー返しも 100% だ。そんじゃまゆっくりと明るい部屋でご視聴してちょうだい。どうも皆さんこんばんは。では本日もですね、超速グランプリ早速やっていきましょう。前回がですね、反省会の動画バージョン1をお届けしましたんでね、本日の動画バージョン2になります。まずね、反省会の動画バージョン1をご覧になられてない方はまずね、そちらをチェックしてから本動画をね、見るようにしてください。ではね、早速反省していきましょう。前回がモーター、ギア、ボディ、シャーシでね、お届けしましたんでね、本日はその、残りのパーツになりますね。最初の反省箇所なんですけれども、今回5番目ですね、こちら、ホイールフロントに関して考えていきましょう。現在ですね、小径ナローワンウェイ、フロントを使用しております。以前はね、ダブルワンウェイを使用していたんだけれども、タイヤ直径がより小さいものを使用できる点と、ウェーブスキルですね。こちらのウェーブスキルを保有している点から、小径ナローワンウェイを選択しました。おそらくここはね、皆様と全く同じかなと思います。が、問題はですね、この改造ステータスですね。はい。で、こちらです。で、現在ですね、こちら見ていただくとわかるんですけれども、限界軽量化 ×2 と、ギア精密調整、2つと、あと2つはね、全く改造していないっていう形なんですよね。はい。で、正直このホイールに関してですね、何を埋めたらいいかっていうのがね、いまいちよくわからないんですね。タイヤに関しては非常にそのタイムに影響するっていうことは分かってるんですけど、このホイールに関してはどうなんですかね。なので、まあ、ちょっとね、ここら辺が自分の中で分かってないのでね、やるとすれば3つですよね。軽量化で統一すべきなのか、もしくはスピードロスで最高速度を伸ばしていくべきなのか、もしくはパワーロス関係を上げていくのかっていうことですよね。皆さんならこれどうしますかね。ぜひコメントをいただけたら嬉しいですね。教えてください。よろしくお願いいたします。6番目、タイヤのフロントに関してですね、こちら。はい。で、現在ですね、こちら。小径レストンスポンジの青フロントを使用しております。で、こちらはですね、他のスポンジ系やスリック系に比べて、タイヤ摩擦値が、摩擦値ですね、こちらが、初期値から高いこと、や、スピードロス改善値が低いこと、そして重量がね、2.5 キロと軽量なことから選択しております。ただし、こちらもステータスが問題だらけになっております。はい、こちらですね。タイヤ面取り ×2、トレッドパターン加工 ×2、タイヤ深淵出し ×1、タイヤグリップ落とし ×1 っていう、状況ですね。まあ、改造レベルもまちまち、ってことと、まあ、非常にこう、なんて言うんでしょう、入れてるものが中途半端というか、なんですよね。で、特にこの、タイヤに関して言いますと、この摩擦値ですよね。ちょっと噛みそうですけど。こちらがですね、まあ、コーナリングで高速周回するときに非常に重要になってきますので、もう一個ですね、摩擦値のタイヤウォーミングアップを入れるべきだったのかなと非常に後悔しておりますね。もう一個、このレストンスポンジは在庫でございますから、改造しようと思うんですけれども、皆さんだったらどういう改造しますかね。知識豊富な方いたらぜひね、教えてください。よろしくお願いいたします。はい。次ですね、ホイールのリアに関してですね。はい、こちら。現状ですね、台形ワンウェイの黄色フロントを使用しております。こちらはですね、ウェーブスキル保有と重量が軽い点からあえてフロントのタイヤを使っているっちゅうことですね。重量、こちらですね。はい。リアの方が重くなりますからね。で、こちらですね、改造ステータスに関してなんですけれども、全く改造しておりません。未改造という形ですね。このリアのホイールですね。先ほどの、5番目のホイールに関してもそうなんですけど、その改造値がどのようにレースに影響を与えるのかっていうのがね、いまいちまだわからないんですよね。どこを優先すべきなのかわからないんです。
なので現在ね未改造という状況ですね。とりあえずですね、限界軽量化は入れるべきなのかなと個人的には思ってますし、あと最高速度を伸ばすスピードロスですか、スピードロス関係ですよね。でこれを入れるべきなのかなと今は検討しております。その他ですね、おすすめの改造あれば、ぜひね教えてください。よろしくお願いいたします。そして次8番目がタイヤのリアに関してですね、現状ですね台形のスリック赤フロントを使用しております。でなぜこちらを使用しているのかというと、スリックタイヤ直径が31になりますのでね、なのでこちらを今優先的に使ってるんですけど、ただですねこの重量ですね 5.5g もありますので、まあその点で言うと正直スポンジの方が魅力的なんですけどね、まあ現在変更しようか検討中っていう状況ですね。でこちらも改造に関しては全く未改造という状況です。先ほどと同様ですね、このリアタイヤもどこの値を改造すれば、レースにですねどう影響するのかっていう部分が未だによくわからないんですよね。なのでこちらもですね、ぜひ知識豊富な方いらっしゃったらぜひコメントください。よろしくお願いいたします。はい、では次9番目ですね、フロントローラーに関してです。で現状ですねこちら 19mm のゴム付きアルミベアリングを使用しておりまして、改造欄はですねこういう感じですね。もうほぼほぼ摩擦を強める方にフルマックスで改造しております。でフロントローラーに関してはですね、このスキル欄にですねローラー減速値の値がほぼほぼ無視に、なりますので、まあ、とりあえずコーナー安定値を盛るっていう形で、改造しております。でただしですね、まあ、現状私の、マシン最高速度が27、だったんですよね。要は30キロいってないので、まあこの 19mm ゴム付きアルミベアリングを使うというよりかはですね、まあプラベアリングの軽い方をフルマックスに持った方がいいのではないかとね、今は検討しております。どうなんですかね、これ4g もありますからね、ちょっとねそこら辺今かなり迷っております。ぜひね、ここら辺も知識豊富な方いらっしゃればコメントください。よろしくお願いいたします。そして10番目ですね、リアローラーに関してです。でこちら皆さんもねご一緒かなと思いますね。 14mm プラベアリング黄色一択ですね。でこちらですね、まあ、減速値の値が大きく影響することから、この改造査定に関してはですね、ローラー抵抗抜きを2つと、あとはローラー摩擦を弱めるを3つ入れております。つまり高速コーナリングに対応してるっちゅうことですよね。でただしなぜかですね、一つだけこのローラー軽量化をですね入れてしまったので、まあここにすごく失敗したなという部分ですよね。なので再度別のですねプラベアリングで、作ろうか今検討をしているところですね。で特にこのリアローラーに関してはタイムに非常に影響しますよね。なので優先的に、まあ、ちょっとねここら辺は直そうと思っております。その他おすすめのローラーやねセッティングあれば、何か教えてください。よろしくお願いいたします。で次11番目、アクセサリーに関してですね、現状こちら放熱フィン、ゴールドターミナル、ピニオンギア紫、中空軽量プロペラシャフトっていう形ですね。で大前提としてこのアクセサリー関係はもう改造レベルが全部まちまちですね。でその上で放熱フィンとゴールドターミナルは節電スピード改造で、全て統一っちゅう感じですかね。でこちらの中空軽量プロペラシャフトですね。でこちらに関してはギア研磨を4つとプロペラシャフトメンテを1つ入れて対応しているっていう感じですかね。つまりコーナリングからの立ち上がり速度を優先しているっていうことと、とにかく軽量だということで、こちらのアクセを選定しております。あと最後の1個、ピニオンギア紫に関してなんですけれども、紫こちらですね、改造項目ギア研磨、×4 と、ギア鳴らし×1で対応しております。で真鍮ピニオンギアなんですけれども、私持ってませんので未だに在庫がないんですね。アクセサリー関係に対してですねおすすめのセッティングがあったらぜひ教えてください。よろしくお願いいたします。では最後12番目の、その他パーツ等に関してなんですけれども、私はですね先ほどから、何度も説明しているように、
最高速度がですね、未だに30キロ到達していないんですよね。はい、こちら 27.79km しかございませんので、なので私はまだ必要ではないんですけれども、30キロオーバーの方はね、ハイマントリアウィングをつけたり、あとはスタビーポールですねをつけて、コーナリング値を稼ぐという感じでよろしいのではないでしょうか。まあ、その他なんかね、おすすめのセッティングあったらこちらも教えていただけると大変助かります。以上がね、今回私の超速グランプリシーズン6の反省会動画になります。皆様いかがだったでしょうか。バージョン1バージョン2とね、2本連続でお届けしてきましたが、皆様のね、何かしらのご参考になっていただけたら嬉しいです。でそれこそね、私と腕前が同レベルの方でも周回タイムが35秒っていうね、むちゃくちゃ早い方もいらっしゃるんですよね。それってつまり各パーツの理解が私より深いっていうことですし、よりベストなねセッティングをしているからこそのタイムだと思うんですよね。で今回の動画でもね、おそらく、私よりタイムの早い方や知識人の方々からねコメント頂戴できるとは思いますので、そういうコメント含めてですね、ぜひね今後の皆様の超速グランプリにね生かしていただけたらと思います。ではね、本日の動画は以上になります。今後も超速グランプリのね動画アップしていきますんで、ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。また高評価ボタンね押していただきますと、今後の動画作成のモチベーションにもつながります。それからミニ四駆以外のゲーム実況動画も公式ツイッターにね日々アップしておりますので、フォローはじめチェックしていただけると大変嬉しいです。そんじゃあまた次回の動画でお会いしましょう。あばよっ。